40mm グレネード M381、グレネード用薬莢の高圧質と低圧質を示した図高低圧理論とは、第二次世界大戦中にドイツで開発された火砲の発射方式に関する理論である。この理論に基づいて、戦後にグレネードランチャーが開発され世界中で使用されている。高低圧理論という名称は、弾薬の薬莢内に、 高圧室と呼ばれる創薬のなじった燃焼室と燃焼ガスを導いて弾薬に伝える低圧室を持つところから由来している。通常の火砲や銃に比べて空圧曲線が平坦で、あるため最大空圧が低く、重心や弾丸の肉圧を薄く、強度を低く抑えることができ、反動も小さい。第二次大戦中、ドイツ軍は対戦車砲として8センチメートルパウ。 600および 10cm パウ600を開発。当時の主力対戦車砲である 7.5cm パック40の重量が 1500kg であったのに、対し 8cm 型は 640kg、10cm 型で 1035kg と反動が小さい分軽量に作ることができた。しかし、砲弾の初速は全車で、 秒速520メートル、後者で5秒速600メートルと同時期の対戦車砲に比べ遅いため、ヒート弾の使用が前提となっていた。また名称も、砲ではなく、当車機となっている。ありがとうございます。